なら勝手にすればいい。ギーが近づくなって言うんだったらそうするよ。話しかけるなって言うんだったら二度とギーには話しかけない。この部屋に来るなって言うんだったらどんなことがあったって尋ねたりしない。ギーの言うしばらくがどれくらいの間なのか知らないけど、卒業するまででも卒業してからでもずっとでも僕は構わないよ。俺は何もそこまで。部屋見してくれてありがとう。おい、匠近づくな。